おはこんこんもこです。ザ・ウォーキング・レッド、今日からエピソード3の方に入っていきたいと思います。今日はついてるぞ。油断は禁物だ。ああ、奴らに出くわさないといいが。で、決めたか？何をだ？マチは出るかどうかさ。どうせあれが何を言っても位置づけようって言うんだろうが。よし、賛成らしいな。それじゃあ他の連中も説得してくれ。前回と同じだ。トラックを乗り越えて物資を集めよう。残りわずかだがな。仕方ない。何もないよりマシだ。そう、大丈夫か。はしごがボロボロだ。いつまでもつやろ。そんなのは私たちも同じだな。よせよ。案の定だ。どうする？別の手を考えよう。急いでくれよ。リリーもかなりヤバそうだな。父親を殺されたんだ。分かってるだろう。仕方なかったんだ。クレメンタインはまだ俺のことを泥棒扱いしてるのか？さあどうかな。まさか話もしてないのか？さっきはダックにショーのことを聞かれてな。そうか、気に病んでいたんだな。当たり前だ。それで何だって？助かったかなって。死んだって知ってるのにな。気にするな。お前さんは立派だったよ。立派なんかじゃない。大丈夫か？ああ、心配ない。手を貸せ。
おい。やれやれ、ベンと来るんだった。もう一度頼む。騒ぎだ、ウォーカーか。悲鳴を上げてる、人間だ。生存者か。女性だ、助けないと。助ける、どうやって考えるんだ。仕方ない、音を楽にしてやるの。なんだと、悪いやつだ、引きつけていてもらおう、時間稼ぎになる。ケニー、考えてみろ、どの道ウォーカーから隠れなきゃならない。彼女を生かしておけば勝手にあっちへ集まるんだ。どっちにしてもこれ誰を撃ったらいい。ウォーカー、下手くそ、もっとよく狙え。行くぞ。あ、女性を殺すっていうこと、撃つっていうことか。このまま物資探しを続けるぞ。ただし手早くな。棚にあるものは全部もらっとけ。カウンターの下も忘れるな。こっちは俺に任せろ。手分けするんだ。やられたか、さあ急がないと。来るぞ、こっちだ、こっちだ。ヤツらまだ来ない、急げ。ケニー、助けてくれ。よし、外に寝るんだ。くれへんの。さっきの態度は何だ。どこもやつらだらけだ。自力で何とかしたいんだろ。
帰り。ベンがシールをくれたからここに貼ったの。それはよかったな。後で見せてもらうよ。またあのガキが見張りかよ。シビは女子どもだけで襲ってくださいって言ってるようなもんだ。で、成果は？これだけだ。それでも結構な量だぜ。見てみろよ。危なかったぜ。ご苦労様。これならなんとかなりそうよ。この調子でいけばここで冬を越せるわ。冬だと？ここじゃ凍死しちまう。パパ、あんな風に殺した人と一緒の車にすし詰めないなんて絶対にお断りよ。You know, I'll do what it takes to keep everyone safe. We have to go with it. いつかは移動しないと。So you changed your mind. 気が変わったのか？ヘアリー。でもね、今じゃないわ。あなたたちまたやってるの。あんたは黙ってろ。I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable. We're strongest together. 一緒の方が心強い。言っておくが別に彼女の肩を持つわけじゃないぞ。食料はどうする？防備は？もし敵が来たら？誰かが考えなきゃならんだろう。一つずつ対処すればいい。今までみたいにな。じゃあ、エナコに盗賊が侵入してきたらどうする？それにも対処できるのか？何でもかんでもここから出ていく口実にしたいよね。お願いだからしばらくその話はしないで。どうやって物資を手に入れたと思う？運よく女が襲われてたのさ。何ですって？女が悲鳴上げて逃げてきた。それでウォーカーが集まってさ、その隙に店に入って何もかも取ってこれた。どの道助からなかった。最善の措置だ。その通りだ。命がけで町まで行ったのは俺たちだ。行ってもない奴が勝手を言うな。みんな感謝してるわ。女を殺さなかった理由を褒めてやれ。辛かったはずよ。いいか、メイコは救いようがない。死人の町だ。ウォーカーだらけで生き残るもたちまち仲間入りだ。まさに地獄だ。じきにここもそうなる。ここ出たらもっと苦労するわ。その根拠いいよ。根拠ですって。人殺しのくせに物資を盗んでる人がいるのよ。そうよ、泥棒よ。なのに信用できる人は減る一方じゃない。みんな出てって。いずれ落ち着くさ。出なきゃこっちが参っちまう。分かってあげて。いつだって俺が悪者扱いってわけかよ。感謝の一言もなしだ。ふざけるな。問題が山積みね。そうだな。あなたはよくやってるわ。今日だけじゃないわ。どうも。物資の紛失に関してはリリーと話しておくべきね。いろいろあって疑心暗鬼になってるから。確かにな。暇ができたら話しましょう。ごめんなさい。謝ることはないが、優しい言葉でもかけに来てくれたの？君は参ってるんだ。そうね、分かってる。でも、頭がぐちゃぐちゃで。何か力になれないか？手を貸して。裏切り者が私たちの中にいるのよ。一人だが複数だか知らないけど、
そいつが物資を盗んでるわ。本当か？それでどうするんだ？本当よ、証拠はないけど、絶対よ。リリー、大事なものもなくなってるの。抗生物質、消毒液、それに鎮痛剤。数は減っていなかったと思うわ。私の分よ。それが荒らされてたの。私だってそこまで取り乱してないわ。魔女狩りなんて論外よ。で、私の出番か？調べてくれない？何か手がかりは？これがゴミ箱にあったの。私なら捨てずに直すわ。使っていたことがバレると困るやつがいるのよ。よし、調べてみよう。ありがとう。これは怪事件だ。おいおい、ごめん、でも聞こえちゃったんだよ。すべて忘れるんだ。手伝うよ。人の話を聞いてたか。だから名探偵リーのために僕がロビンになってあげるってわ。どう？相棒ってことさ。それぐらい知ってるさ。いいだろう、ロビン。やった。任務は？そうだな。何か妙な点を見つけたら知らせてくれ。捜査開始だ。治ったような口ぶりだったが、にわかには信じられないな。懐中電灯を壊したのは君だな。まさか。責めてるわけじゃない。夜トイレに行くときにでも落としてまずいと思って捨てたんだろう。いきなり犯人扱い。濡れ衣だよ。ならいい。チョークだな。ピンクか。ダーク。ダーク。手がかりだ。かもな。どう思う？落書きだろう。合図かもよ。確かにな。それにピンクというのがどうも怪しい。よし、捜査再開だ。チョークを知らないか？クレメンタインの絵描きをね。あ、そうだった。聞いてみるよ。ピンク色のチョークはどうしたんだ？ないの、どこにも。青じゃダメ？いや、気にしなくていいんだよ。見つけたよ。何をだ？ピンクのチョークさ。ゲートのそばにも印があったよ。本当か？もちろん。現場を調べてたら。しだく、よくやった。お手柄だ。懐中電灯壊したか？うん、母ちゃんたちのものは触るなって。リリーのも。それがいい。
誰かいたんだな。お手柄だろう。ああ、お手柄だな。ちょっと見回ってくる。ここにいるんだ。いいな。盗賊どもはここ数日何を潜めてるが、なんてことだ。何か手がかりはあった？こいつを見つけた。薬がいくつも入ってる。これが外壁の格子の奥にあったんだ。そんな。ああ。いいわ。みんな集めて、全員を。身を守らないと。物資を盗まれるなんて、寝室に忍び込まれて喉を切り裂かれるのと同じだわ。死ぬのよ。そうでしょ。クレメンタインが病気になっても薬がなかったら何なの。盗賊か。みんなが捕まってる。どうする。なんてことなの。で、詰め込まれてもおかしくないわ。一体何を。話しかけて気を引くのよ。何があっても引き金を引かせてはダメよ。Enough of this bullshit! Drew, stop putting your boot to these doors! Yeah! Hold it, asshole! Take it easy. 落ち着け。 Why are you doing this? なぜこんな真似を。私たちに構うな。なぜこんなバカが。自業自得だぜ。どうすれば納得する。いつもの倍よこしな。よし、分かった。本気か？なら条件を決めようじゃねえか。やっちまおうぜ。黙って。やばい。ここは出るよ。よせ。援護しろ。みんな早く車に乗れ。やばい。危ない。今で早くこっち。助かったよ。乗れ。母ちゃん待ってろ。車に乗るんだ。大丈夫だ、行け。母ちゃん、クソ。リリー、車に乗れ。構うの、ほっとけ。
リリン、行くぞ、来い。